こんにちは、フランス在住のさわこです。先日のうちの1週間の夕食というのを動画にしてみました。以前もこういった動画は出したことがあるんですが、今回は暖かい季節バージョンということで、うちのリアルな食事の様子をご覧いただければなと思います。ではまず週の始まりの月曜日です。この日は本当はすごく日本のカレーライスが食べたかったんですが、もちろんこちらのスーパーで普通の日本のカレーのルーっていうのは売っていないので、うちにあったスパイスを入れてちょっとこうキーマカレー風っぽい感じにしてみました。これはうちのいつもの光景なんですが、娘がですね、夕食前に小腹が空いた時によくこうやってパパにチーズを切ってもらって食べてます。娘はですね、チーズが大好きで、私がちょっとこれは癖が強くて苦手だなっていうチーズもすごく美味しい美味しいって言ってよく食べてます。Pensais que je pouvais manger tellement c'était gigantesque. Hein? C'était bah ouais, Gildon. Mais c'est énorme pour ma grande soeur.続いて火曜日です。皆さんポレンタっていう料理はご存知ですか？ポレンタっていうのはトウモロコシの粉をお湯で茹でてクリーム状にした料理のことで、イタリアとかでよく食べられているものなのかなと思います。うちでも最近娘が食べるのでたまに作るんですが、クリーム状にしたものを一度冷やして、それを成形してから焼いて食べるっていう食べ方もしています。ちなみにですね、このポレンタっていうのはトウモロコシの味がするとかっていうこともなく、ほとんど味がしないんですよね。なので煮込み料理とかと一緒に食べるのが一般的なようです。この時は野菜を入れたトマトソースを作って一緒に食べました。ちょうど先ほどのポレンタが冷えたので剥がしていきます。こんな風に固まっているので、これを食べやすい大きさに切っていきます。自分の椅子座る？セミアナナ。セボンナナ。セボン。よかったね。続いて水曜日です。お味噌汁の具としてさつまいもを入れたんですが、フランスのさつまいもはこういうオレンジ色でホクホク感が少なめです。あとはネギの代わりにポロネギを入れました。ポロネギはネギ特有の癖が少なめで、煮ると柔らかくなるので食べやすいかなと思います。
日は初めて大豆ミートを使ってみたんですが、皆さんは使ったことありますか？味見をしてみたら、煮込んだ時点でもまだこう大豆特有の味が強い気がして、長めに煮込んで卵も入れてはみたんですが、食感とか味がやっぱり特徴的な感じがするので、好き嫌いは分かれるのかなとは思うんですが、まあ、この後夫が意外な反応をしてくれました。次はミニーシさつまいもだよ。どうし、美味しい？本当？うん。親子丼。え？わかんない。本当？本当に？ミシパーフィッシュ。続いて木曜日です。木曜日は鮭のムニエルとお味噌汁です。お気づきかとは思いますが、基本的に簡単で、まあ、時間がかからないものをよく作っています。うちの夫はですね、夜ご飯はあまり重いものを食べたくないっていうふうに言うので、それでなんか程よくうちでは成り立っているのかなと勝手に思ってます。どうぞ。メッセージなの。メッセージ。金曜日です。金曜日は夫がカルボナーラを作りました。何作ってるの？フレンチカルボナーラ。どう違うの？何がフレンチなの？Lardon et la crème、c'est la version française et normalement la vraie version c'est avec le guanciale et pecorino. Vrai, c'est italien. C'est vraiment trop dur de trouver en France. Le secret c'est de prendre des pâtes spaghetti sèches, jamais fraîches, et qui ont été faites dans un moule en bronze. Comme ça, dedans, dans les pâtes, il y a comme des minuscules trous.C'est un peu poreux, rugueux. Et donc quand tu mets le jaune d'œuf, ça rentre bien dedans. Italien de quelqu'un m'a appris ça. Tu peux laisser l'eau de cuisson. Trois jaunes. Normalement, il faut autant d'œufs qu'il y a de personnes, plus un.クリームちょっと入れる。入れなくてもいいけど、ちょっと入れる。私は入れた方が好きだ。美味しい？美味しい。ワモトブ。This is the meilleur。何でワモ？本当に美味しい。なんでじゃあこれちょっと食べよう、一緒にベーコン。ね。おい。ママ。パッツもボンおいしい。クリームの量もちょうどいいんじゃないかな。土曜日はですね、何も作りたくなかったので、普通のスーパーで見つけた冷凍の焼き鳥と餃子になりました。何？焼き鳥でしょ。焼き鳥と餃子。しかもこれ味の素だよね。Donc ça on va faire à la poêle. Ça doit être pas trop mal et ça on va chauffer dans le bouillon tout à l'heure. Je pense qu'il faut mettre.これちょっと感動したことなんですが、この焼き鳥が入っているプラスチックの袋とかタレが入っている袋がすごく切りやすくて感動しました。フランスのこういうプラスチックの袋だとハサミで切らないと開かなかったり、無理やりこう手で開けようとすると変な感じになっちゃうというのがすごく多いんですが、この焼き鳥とタレの袋はハサミがなくてもまっすぐ綺麗に開けたので、はっと日本を思い出しました。Anna, tu viens? Je fais la go? C'est quoi japonaise? Pour elle, le riz, c'est du pain. C'est beau. C'est pain. Gohan, c'est le pain. C'est gohan. Quoi? C'est du riz. Du riz. Riz.
曜日はうちにミニトマトがたくさんあったので、それを使ってピザを作りました。ちなみになんですが、フランスは今時期はだいたい夜の9時半ぐらいから少しずつ薄暗くなってくるので、夜ご飯を食べるときはまだお昼みたいに明るいんですよね。Tout te donner. Oh. Il est chaud. C'est chaud. Tu veux goûter la pizza? Oui. En tout cas, goûte juste pour voir si c'est chaud. Parce que j'ai un peu trop, j'ai mis un peu trop de tomates. Donc c'est un peu mou, non, pizza? Ça va? Ça va. Non, non, la pâte elle est bonne. Oui. Mais la tomate est aussi, non?T'es droitière, hein, c'est... c'était oublié. Chaud. C'est longtemps, c'est chaud. Le papa, il goûte. C'est froid. C'est pas du tout chaud. T'es sûr que t'as goûté? Froid. C'est vraiment léger, en plus. Pour le soir, c'est bien. Comme j'ai plus envie de manger trop lourd le soir. ということで、暖かい季節バージョンということで、うちの1週間の、夕食の様子をお届けしました。最後までご覧いただきありがとうございました。